FM 喜ノ湾放きの皆さんこんにちは。ごめんなさい。えー、9月の6日木曜日午後2時を回ったところです。真っ青ウの海、その上に広がる青い空、そしてぽっかりと浮かんでいる白い雲。沖縄の9月6日の午後は非常に穏やかな日を迎えておりますが。 すで、えー、に皆さんよくご存知のとおり北海道では大変なことが起こっておりますね、えー、北海道でこれだけ大規模な、えー、地震が起こるというのはなかなか予想しえなかったことみたいでですね驚きはひとしおです、えー、6日午前3時8分ごろ北海道胆振町中東部を 震震源とする地震が発生しましまた阿比良町で震度6強です、6強を観測、えー、厚真町は、えー、6強と推定されるなど、道内、えー、各地が大きな揺れに襲われましたということ、これはあの9月の6日、えー、午前7時、えー、18分現在の件ですけどね。 えー、お亡くなりになった方があこれで2人となっていますがもう今7人になったんじゃないでしょうかねで安否の不明が35人異休明が9人もいらっしゃるということでいや本当大変ですねもうおテレビのニュースはずっとこれ、えー、ずっと流しっぱなしなんです私の手元にある、まあ、資料を頂い,いて見てますとこのなんですか 山肌がむき出しになって本当にこれ幅どれくらいありましょうかね随分広い広範囲にわたって山崩れ崖崩れですかそれがあります大変だと思いますねリスナーの皆さんの中には北海道に親戚縁者あるいは友人の方々がいらっしゃる方もおられるかと思いますが何事もなく無事であればいいんですけどね えー、お見舞いいいを申し上げたいと思いますさて、えー、今日はゲストの方いらっしゃいませんので、えー、本来ですと一人の歌手の方を取り上げていたんですがリクエスト頂い,いて、えー、お届けするというふうな内容に今、まあ、変わってきているわけなんですがどうぞおリクエストください係、えー、ではお待ちをしております。番 ここに電話をくださいい、えー、お願いしますさあ今日1曲目は、えー、先週ねワンコーラスで終わってしまった「稲妻」という歌がありましたね。えー、南遊党の方で行われた男性だけの歌謡賞の10名、11名,10名、10名でしたね。その10人目があワンコーラスで終わってしまいましたんで、それを 今日は一曲目におかけしてみたいと思います中本さんお願いしますね、はい、さあ参りましょう <laughs> はい、南遊党で行われました男性だけの歌謡賞の最後の方一色長英さんの歌声「稲妻」をお聴きいただきましたさて、えー、これから番組の歌謡をお届けしたいと思いますがどうぞリクエストくださいね、えー、お待ちをしておりますさあ中本さん、はい、そしたら番組の1曲目「えー、っと新宿波止場」ですね ひばりさんのこの非常に軽快なメロディーなんですね。お聞きいただきましょう。ひばりさんの歌で新宿鳩場です。どうぞ。 はいひばりさんの「新宿鳩とは軽快なメロディーすらしいですねウキウキしますね。うんえー、さて北海道のその地震のことなんですが西日本の豪雨災害がありましたよねそして台風21号がまた大変な被害をもたらしましたで今度は大地震なんですねまあ災害列島日本列島ほとどうなっているんでしょうかね。 活断層の上に我々は住んでいるようなもんだというふうに言われておりますがかといって沖縄も安心してお,るわけおられるわけではないんですね。この頃ろ近い将来沖縄にも大きな地震が来るだろうというふうなことは新聞報道なんかでもされておりますがかつては明和の大津波石垣でね石垣,で石垣を中心としたその明和の大津波この時に えっと死者が石垣八重山で1万人近くでしたかねで、都でも数千人の方々が亡くなっているんですね。で私はかつて八重山で仕事で行っていたときに見たんですが、白穂にです、ね、うち1軒分ぐらいの岩があるんですよ。でこれがその明和の大津波のときに、えー、津波が運んできた石だと言ってね、ぞっとしましたけどね。 まあ災害はない方がいい方がですでもね、まあ、そういう日本に生まれた我々としては災害の心がけ避難をする命を守るこの心がけを常にしていなければいけないんじゃないかなと思ったりしますさっきも申し上げたんですがあ友人知人親戚演者の方々がおられるリスナーの方もいらっしゃるかと思いますが本当に無将に乗りたいもんですねさあ中本さん 今度の歌なんでしょうか？あ、はい、夜泣き鳥はい。角、はい、川博さんですね。はい、さあ、行きましょう。お願いします。どうぞ。 火曜、はいえー、ダイヤル797人に歌あり、歴史あり、えー、砂川が生放送でお届け声の調子がちょっと悪いんですごめんなさいね中本さん、はい、リクエスト入ってますねはいリクエストいただいておりますこちらですねラジオネーム OR さんからリクエストいただきました。 or はいお<あ>でリクエスト曲がですね、はい、以前番組でもお書きいたしましたよいまちぐさほうほうよいまちぐさねではいいただきました,たですからね、はい、合わせましてですねコメントもいただいております以前ですねこの、まあ、本州の方でこう気温が40度近くずれてという酷、ええまあ、暑が続いた時にですね、ええまあ、今日いらっしゃいしーちゃんさんがあの カカオ72%のチョコレート、この熱中症対策とかありましたねとい,いうことをこのラジオで OR さんはお聞きになりまして、<はい S 1> それを続けていますとさらにこの音楽と一緒にまあ時折ですね <はい S 1> 台風のことであったりとかまあ今日に関しては地震のことなんですけれども <はい S 1> そういった時事的なニュースなども紹介してくださるのが。 まあいろいろと情報収集ができて感謝していますと、はい、ああそうですかい書いてありがとうございますはいはい O.R. さんね、はい、男性ですか女性ですかえーえー、こちらどちらですかねあの性別まではああ分かんない,いなああそうですかです、ね、O.R. さんありがとうございますさあそれじゃあお聞きいただきましょうかねはい良、えー、いマッチングさんですねどうぞ。 OR さんラジオネーム OR さんのリクエスト高峰美恵子さんの「いングさお聴きだきました、まあ、あのこの間ちょっと説明しましたがいわゆる美人画で有名な竹久有名人が27歳の時ですか時は明治43年と言いますからねでまあ,あ秋田県出身の ある女性8つ違いでしたかね、えー、のこの女性と知り合ってほのかな、まあ、恋心を持つわけなんですねところが叶わぬ夢となって消えてしまうそれで「待てど暮らせどこの人を」というふうな、まあ、書き出しがあるわけなんですが、えー、我々の歌仲間でアメンボさんという方が今度この歌を歌ってくれるんですよね日曜日ですね。えー まあ他の曲の番組の収録でこの歌を歌ってくれるんですがいつ聴いてもとにかく素晴らしいで作曲が「大野忠輔」でしたかね明治43年のもう本当もう100年以上経ってるわけですからねすばでも歌の持つ生命力っていうのはすごいですねいい歌を本当と生計を超えて愛称されるんですね大春さんありがとうございましたありがとうございました それと中本さん はいコメントが入っているんですかはいコメントいただいておりますあ,あどうぞ紹介してくださいはいえー、こちらシュプリームさんからおシュプリームさんいいはいはいどうもどうもありがとうございますはい須、は、永、いはい、さんこんにちははいこんにちは今日の東京は残暑が厳しい一日ですはいはいパタパタとしながらですが最後まで聞かせていただきますといやありがたいですありがたいですもうね、えー、シュプリームさんも毎週こうしてコメントくださいますから本当にありがたいことです まあ東京残暑が厳しいかもしれませんがどうぞご自愛ください熱中症くれぐれも気をつけてください沖縄にいらっしゃい沖縄もう秘書地になってますよ <laughs> 今日三十度までしか上がらないということでしたからねはいありがとうございましたさて、えー、次の曲はなんでしょう三条町子さんかなカリソメのカリソメの恋はい、はい 三条町子さんですね、はいはい、それと「東京エレジー」という歌がありますね、はい、これ2曲続けていってみましょうか、はい、これね「かりそめの恋」どっちが先にできたのかちょっとうろ覚えなんですが昭和28年26年と28年ですよねえに、ーえー、野の中の銀の蛍さんだったらすぐ分かるんじゃないかな <laughs> どっちが先でしたかね銀の蛍さん。 えー、26年と28年にできたのは間違いないと思うんですがどっちに先がどっちに「買いめ」か「東京エネルギー」かちょっと分かりませんね。もしラジオ聴いてましたら教えてください。さあそれでは2曲続けていってみましょうお願いしますどうぞ。 はい、めの恋でした。さあ今度は「東京エレジー」これもなかなかいい歌なんですねお聴きください。我々の歌仲間の間地毛な安子さんがこの歌を見事に歌い上げたのが印象に残っております。お聞きください。東京エレジン 火曜ダイヤル797「人に歌あり歴史あり」後半にすでに入っておりますがどうぞ最後までお付き合いくださいますようによろしくお願いしますえー、今日ですねあるお食事のお店にリニューアルオープンだということでまあ行ってみましたタコストステーキのお店黄色リボンというところなんですけどね 金子、えー、の交差点から普天間宜野湾市役所に向かって330をずっと来ますと、えー、この番組のスポンサーになってくださっている長浜モーターさんが、えー、道の両側にありますねでそれをまだ過ぎて宜野湾市役所の方に来ますと信号があって左角の方に開放銀行がありますでそれを斜め右にこう入っていくんですねそうすると右に伝え上がって えー、モスバーー信号があってもう少し行くとモスバーが上がってその先なんですね、えー、黄色いリボンという黄色いリボンというのお食事のお店なんですがとにかくまあボリュームがすごいんですよねそしてね小鉢がいっぱい出てくるんです4品から6品ぐらい、えー、小鉢が出てくるんですね味も結構いいですし 私も大満足をして、今日帰って、きました。どうぞ皆さん、ぜひ一度お出かけください。で、電話番号、電話番号申し上げましょうね。零九八八九二の、七一二六番、もう一度言いますよ。零九八八九二の、七一二六です。ぜひ、お味、お楽しみいただければと思います。 さてえー、次の曲は何ですかな。あ、えー、水たまり,り」小林明さんこれもまたなかなかいい曲なんですよね小林明さんのセリフ入りで「水たまり」をお聴きくださいどうぞ。 あのー、私、この歌がとっても好きで何回か放送しているわけなんですがいかがでしょうかね、小林明さんのセリフが入って水たまり、いい歌だと思いますよ、どうでしょうか。はい砂川さん、ここでですね、はい、コメントが、えー、いただいておりますはては、はい、先ほど、えー、曲、与山千里さんのリクエストいただきました OR、はいはい、さん,オールさんは今、コメントをさらに続報いただきまして はいありがとうございます。はい、どうぞ紹介してください。はい、リクエスト曲がかかって本当に嬉しいですと感激しております。いやー、感激をこちらです。<laughs> はい。そのあとにですね、探しました、はい、東京エレジー、そしてかりそめの恋の歌っている人が知りたい、ほうほ,うほういただきまはいはい。お安いご用です。<laughs> この歌を歌っているのはですね、OR さん。三条まちこさんなんですね。三条まちこさんです。も、え、も、ー、もうもうもう お亡くななりになってますね、えー、以前10年くらい前ですかね私が沖縄にお供できないかなってお呼びできないかなということで電話を入れたんですねそうするとお電話に出ました「三条先生ですか?」と私が言うと「三条です」と言うんですよ。ほで「三条を待ち越す先生ですよね」って言ったら「はい三条です」と言うんですね。 あれと思ってね、僕はお手伝いさんかなと思ったんですねところがそうじゃないんですね三条先生と言われるのが嫌だということで三条です三条ですと繰り返したんです私はいや心打たれましたねこの大ベテラン歌謡界の大ベテランがこういうふうな何て言うんでしょうこういうふうな気持ちを持っているのかと思うとますます感激しましたいい歌です。 野、えー、の,の中の銀の太るさんから来ませんね26年28年の歌なんですねさあ CM いきましょう最後の CM いきましょうかなどうぞ。 はい、えー、今度はシンガーソングライターの曲をお届けします。ゆうこさんあの前にこちらの番組にこの番組にゲストで出てくださったんですね久米島出身の方なんですがそのふるさとへ思いを込めた歌を作詞作曲そしてご自分で歌ってます「久米の桜という曲ですね。さあ行きましょうどうぞ。 優子さんの作詞作曲、そしてご自分の歌で。久米の桜を今日最後にお届けをいたしました。どんな風に曲奏とかま市、あ、が出てくるんですか？って伺いましたら、ハニカンで言ったんですね。まあ、ふるさとに対する自分の思いがあるから、母への愛情が愛があるから自然と出てくるんじゃないでしょうか。 話してください。まさに名言だと思いますねさあ、えー、9月の6日の「火曜ダイヤル797人に歌うたあ者あり」第1週の放送をお届けしてまいりましたで最後にですね、えー、日本人の死亡原因の第3位が脳卒中であるということを皆さんよくご存知だと思うんですがその脳卒中の専門医として広く知られております 金城達也先生の達也脳神経外科ご案内いたします。電話番号八八五の八千番。この間ね、ギノワンのご夫婦の方があ行ってとってもお先生によく見てもらいましたということを話しておられました。金城達也先生ですね。達也脳神経外科の電話番号は八八五の八千番、八八五の八千番です。 どうぞ一度先生を訪ねてみてみください。それと黄色リボンですねこの黄色リボン電話番号が892-7126番892-7126番「タコストステーキのお店黄色いリボン」というリニューアルオープンで大変にぎわっておりましたとても料理おいしかったです エンンディングはちょっと長くなりましたね <laughs> 三民が下手くそだもんですからごめんなさいごめんなさいあと1分以上ありますが、えー、来週はですねゲストを今あのゲストの方は音楽の先生なんですが、えー、その方と今接触をしておりますが、えー、来週はゲストの方がお見えになるかと思います今日はこの辺でお別れしたいと思います 最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。そしてシュプリームさん、毎週ね、毎回ね、こういうふうにコメントを寄せてくださいまして、本当にありがとうございます。まあ、時間があれば、今日リクエストいただかったんですが、ちょっとね、無理でした。来週またお待ちをしております。よろしくお願いいたします。この放送は、新車も安い中古車のデパート、長浜モーター有限会社の提供でお届けをいたしました。 それでは皆さん、ご機嫌よろしゅう。来週この時間にお会いします。ご機嫌よろしゅう。さようなら。